第1回店員はカードのことを分かってるでしょうか。選手権イエーイ、参加します、はい、イエース。本日のゲストです。お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、私こう見えても20年近くカードショップ、まあ、古本屋だったんですけど、はい、20年近くこういう商売やってる人間です。はい、はい、では行きましょう、はい、今日は、こちらでですね、遊戯王のスリーブを仕分けてるんですけどこれのカード名をちゃんとね、出品するときにカード名書くと思うんですけど、まあ、もちろん、まあ、ご存知だと思いますんで、はい、まあ、順番にちょっと聞いていこうかなと思います。はい、はい、OK です。大丈夫ですよ、はい、じゃあまず最初はまあ簡単なとこからいきましょうか。ああ、はい、行こう。これはまた貴重な商品ですね。はい、はい、これはもう名前いいよ言っていいよ。てかこれん、あ、こっちを見せたわ。はい、大丈夫、はい、ブルーアイズホワイトドラゴン。そうですね。よし、合ってる、はい、合ってる。はい、次。うん、次。これももう有名ですよ。やめとけよ、もうマジ。ブラックマジシャン。はい。知ってる。大丈夫。常識問題です。はい。はい、じゃあそろそろ行きましょうか。はい、じゃあ本番いきます。はい。はい、こちらはこれ知ってるよ。パックの表紙にもなってるカードですね。そうですね。オネスト。お、そうです、正解です。合ってる、オネストで合ってんの。オネストで、あ、何もつかないのね。そうです、オーケーオーケー、オネストです。はい、オッケー。ではこの辺からもう、うん、もうダメですね。いや、きついねちょっと待って、じゃあまずどうしようかな。はい、じゃあこれ、ちょっと待ってこれどれが顔、あ、これが、これどんな感じのキャラクターでしょうか、これ。なんかでき敵か味方かってこと？あ、いや、なんだ、まあほら、遊戯王ってほら、なんかテーマがあるんですけど。これなんかね、あれ、バイクっぽいよ。バイク。ロボット。そういう感じ。おー、なるほど。全然違う。これはですね、武人帝スサノオって言うんですけど。おし、聞いたことない。これ日本の、スサノオなんで、まあ、そういう神話とかの話ですね。パスだな。次だな。はい、うん、スサノオね、うん。はい。あ、次。じゃあこれいこうかな。これ何のロゴでしょうか？これ名前あんの？ KC だよ。はい、KC です。コナミクラブ。違う、コナミ。コナミクリエイトなんとかみたいな、そんな。あ、合ってる？正解はですね、カイバコーポレーションですね、これ。あたしゅうケースだ。あー、カイバコーポレーション。あー、そう。はい。じゃあ他どうしようかな。あ、これはあるかな。これ知ってるよ。これは、はい。ドリキャスのコントローラー。ドリキャスのコントローラー違う。それはないんじゃないですか。だってこれ、コナミの。遊戯王だろ。遊戯王じゃなくて、知ってる知ってる。わかった。なんだっけ。エネミーコントローラー。合ってるよ。正解です。よっしゃ。ちょっと嬉しい。はい。合ってるじゃん。知ってる。うん。というところですかね。あと最後じゃあ。ちょっと待って、俺この辺はすごい、これ俺もしかしたらって思ってるのがあるんだけど、答えが何でしょう。これはマドルチェ。これは、あ、違うの。あ、マド、霊使いでした。あ、違うな、全然違う。あ、霊使い。あ、そう、はい、これもちろん分かんない。何、これは小悪魔ってやつですね。小悪魔、あ、分かった。あの、小さい悪魔じゃなくて、惑わすみたいな、誘惑の悪の。そうですね。小悪のこの字がですね、うん、あの、下に皿がつかなくて虫3つだけな。あ、孤独か、あの、虫をいっぱい入れて作る。そうです、うん、あの、孤悪っていう意味なんですけど、孤、うん、の字が、あの、本当に孤独の孤になってるんですね、これ。ああ、孤悪魔だそうです。はい、という字です。これ人気あるのは知ってるよ。これ人気はあります、うん、はい、これ知らない人だ。黒崎さんって人。知らない人ですよ。これは、あの、敵あの、いや、味方なんですけど、アークカイブの中では人気あった方のキャラですね。黒崎さん、はい、黒崎さんです、はい、これはブルーアイズホワイトドラゴン。はい、でこっちは、あ、これはさ、知ってるよ。え、首が3つあるやつだろ。違う、1つだあれ、これ双眼の銀龍っていう名前なんですけど、へ、デッキにしか入ってないんですね。あ、そうなんだ、はい、デッキ入ってないっていうか、まあ、初発でですね。これもっと分かんないよ。ブラック、黒いからブラック。じゃあこれ最後にしましょう。じゃあこれ最後、よし、はい、これ黒いから、はい、これは白だ、青だったり銀だったりするでしょ。その規則性に基づいて、これは目も赤いから、この規則性に基づいて、レッドアイズブラックドラゴン。違う？正解です。あ、そのまんまじゃん？不正解。え、不正解？え、なんだ？レッドアイズではあるんですけど。レッドアイズだよ。で、黒いよ。ですね、正解はですね、うん、なんと僕も知らない。あ、そうなの？これ何だったかな？でも、レッドアイズ関係です。あ、その派生系レッドアイズのゾンビなんですけど、うん、名前を僕も忘れたので、おー、マッチも知らないのが、はい、僕らもこれ勉強不足ですね、ということで、勉強不足、はい、終わります。はい、じゃあ勉強します。勉強します今更か。はい、お疲れ様です。